超高速奥の細道夏草後半戦、かねてから耳驚かしたる二道会長すとね、つまりかねてから昔から耳に聞いていた噂で聞いていた二道を見たんだと。二道ってどことどこかって、これ共同って場所と光道っていうお堂を二つ見たんだ。このお堂に何があるかって書いてあるね。共同には三将、この三将って奥州藤原氏の三人ねの像があって、光道にはそう、この三人の棺、つまり亡くなられたご遺体を納めた棺が三つと、それぞれに三つの仏様の像が立って納められているって書いてあるね。ただしね、この時に共同はボロボロになっちゃってるのがわかるよと。一方散り失せて玉の扉が風に破れちゃってとか、で金の柱がどうこうどうこうって書いてるぐらい、つまり鎌倉時代1200年代ぐらいに滅んじゃって、そこから400年くらいほっとかれてるわけさ、人がいないからね。のでもうボロボロになっちゃってるっていう状態なんだけど、全部が全部ボロボロになったわけじゃないんだ。大廃空虚の草むらとなるべきを、つまりもうボロボロで草むらになっちゃうであろうところを四面新たに囲みっていう風に書いてあるから、誰かがこれ以上ひどくなんないように光堂の周りを新たに囲って、光堂がこれ以上傷まないようにしてくれたんだね。ので、それを見て芭蕉が俳句を書きます。神だれの振り残してや光堂。さあ、これの季語と季節は、さあまずこれ季語がさみだれで、季節は夏なんですね。長く降り続くさみだれ、さみだれってある意味梅雨だからね。この長く降り続くさみだれも、この光堂だけは振り残したんだろうか、それくらい、ね、光堂が綺麗に残っていたんだと。この俳句の区切れは、これね、やが綺麗字になってるから二区切れになるよ。そして技法は、またこれ来たね、これ体言止めです。最後が光堂、名前、そして漢字で終わってるから体言止めになってくるからね。という風に誰かが囲ってくれたわけで光堂が無事だったと。そんなところをしばらく千載の形見となりけいとかというのは、つまりここしばらくはもう千年の昔を忍ぶことができるようなものになったよっていう風に芭蕉が表してると。それくらいこれからは残っていくだろうなんていうことを言ってるんだ。ので、まず俳句の季語と季節形から押さえることは、この平泉超大事。そしてこの光堂と共同、それぞれに何があるのか、そして四面を囲まれてる方はどっちか、そして前半と違ってこの平泉ってなんか教科書にはっきり役が載っていないものが多いから、役がちょっとでも不安な部分があったらそこで学校の先生に聞きに行く、もしくはもう検索して調べちゃおう。 OK かな。というふうに前半後半の解説見たら、概要欄に一問一答貼ってあるんで、ぜひそれにチャレンジしてテストに向かっていこうね。前半後半頑張って授業に出て、ありがとう。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。